125馬力のトラクターですね。視線濃度に指導から接続すると。これが指導でありまして、対面交通になっていると。で、ここに視線濃度があります。で、全体を見ますと、一応こんな形で作ってみました。接続部がありまして、水路を挟んで、視線濃度があると。で、ずっと遠望しますと、このような形、あちらにも水路位置を作っておりまして、こういうふうに直角で、4メーターの道路が直行している部分がいくつかありましたので、こういう形で作ってみました。で、このトラクター、これから動かしてみますけれども、125馬力、6.6 トンで、作業機が 2.6 トンです。で、今のところ、ちょっと見ますと、視線濃度への侵入部分が議論になっているかと思います。このセンターラインを越えないで曲がろうとすると、やはり、この4メーターでは無理でして、隅切り1メーターありますけど、それでもやはり無理。6.4 メーター、カタログ値では 6.4 メーターが旋回の最小半径なんですけど、まあ、6.4 メーターの最小旋回半径であれば、やはり幅員が6メーター、6メーターというものが直行しないと無理だということで、この場合、この程度の、脱輪は確保しないといけないということですね。で、設計段階では最初の接合部ですね。接合部は、ここ水平に入ってきておりまして、水平です。水平に入ってきて、それで 6% のスロープをこう降りてくるというふうにしております。で、このチェッカーの意味は、砂利舗装を多分、道路標準断面に基準した施工されていると思いますので、その意味であります。で路肩が、ここ50センチ、50センチの路肩があると。それで、この舗装部分ですね、舗装部分の高さが10センチ、結構あるということです。それで、ここからまず、進入路ですね。進入路が1対4のスロープだったと。だいたい14度ぐらいですね。であると。まあ、30度、30センチの高低差なので、まあ、こうやって降りてきますが、やはり、土地改良のガイドラインでは 7度ぐらいが、推奨というふうにあったということで、1対4、14度というのは少し、あれきついかなと思います。それがこの、まあ、速度が速いんですけども、この15キロの速度でこう飛び出そうとしますと、前輪がこの場合はちょっと落ちちゃったりしますね。でここで10センチ落ちております。で後輪が落ちる場合もあります。それから、この軌道ですね。軌道がですね、次に左折をしたいので、もう一つあるか。じゃあ、70センチ弱の高低差を、これも14度と一応基準ですね。1.2 メーターの奥行きで4メーターの幅、高さが60ちょいです。でいくと、こういう形で、進入はできますが、ちょっと角度がついてるんではないかと。から、4メーターの進入路の幅というのも、この大型のトラクターを入れた場合には、少し狭いなと。これが10位になるのであれば、6メーターというのは、このクラスのトラクターの旋回半径が 6.4 メーターですので、まあ、少なくとも6メーターの
進入路の幅をしておくというのが合理的であると。でこれは今後輪が、まあ、見ますが後輪が読み取ってダートにしちゃうんですね。はい、で次左折をしたいので航路変更します。航路変更しないで、4メーターの福音の場合はこの航路変更を、する、曲がろうとするカーブの反対側のにギリギリによってですね、それで旋回しないとちょっと厳しいと。でこの状況でもやはり左側の後輪は脱輪をします。はい、でこの右側は一応これは水路のつもりです。でこれはまあ、この若干まだ右に余裕はありますがこの段階で、左折をしようとします。でこれぐらいで左折しようとしますとここにあるように、少し脱輪してしまうと、まあ、ギリギリなんですがこれが輪立ち一つ分左に寄ってるともうこれは当然、転倒転落が起こるということがわかると思います。で次また直線をして次右折をしたいので、左に寄ります。左に寄ってですね次、右折をしますがこの場合でもこれだけ寄っていてもですねやはり、制度を使わない旋回をするですね、まあ倍速ターンの装置がついているといいながらやっぱり走行中に倍速ターン使っていいものかどうかっていうのはこれはかなり困難に利用します。こういうように 4m 幅で大型トラクターを使う場合にはこの点、それなりにいい技能が必要だなということは分かります。これはまあシミュレーション、ここではまあかなり落としてしまいますけれども、もっとバックしてみましょうか。で、これ上から見ますとね、こんな感じですね。だから曲がれてる、なぜ曲がれないんだってことですけど、まあ、これぐらい寄ってですね、で旋回をするんですけども、ちょっと早すぎた。じゃあ早すぎかどうかっていうことですね。